ですけど、納豆菌が入っています。肥料にしようと思います。なんでコキア買ってきた。ごぼうのやり方わからんな。調べてからにするか。あこから顔出してさ、下見るちゅう、やつやろ。あ、飛行機飛んでるよ、ほら。すごい、綺麗。龍ヶ鼻っちゅうやつ？違う、無名橋だって。あれ、無名橋って言うんだ。うわ、あれ怖いわ。名勝天然寺屋場。綺麗やな。ファッションやろな。目的地は飯田にあります。ここ決まったのね。富士山花公園は6月30日まで。矢印はこっちだね。紫だ。あ、そうだね。若いうちは白いね。白綺麗。白めちゃくちゃ綺麗よ。ねえ。ここいいね。紫陽花の小道だね。いや、この色とかこれとまた色が違うけんな。こっちとこっち大きい、多いよね、紫陽花の数が。で、群生してるからこれは見栄えするね。グラデーションがいいね。すごい、額が綺麗綺麗。そう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 。これは何でしょう。綺麗だね。これ何？お風呂？あ、サウナ。かわいい。ムーミンのなんかみたい。綺麗なコテージだ。いいな。広いし、2階建て。でかいね。でかい。すごいいっぱい。来た来た。来た来た、来ましたよ。ありがとうございます。なかなかこういうのはないよね。パッカーンします。うわー、すごい。これなら食べれるよ。みんなで食べて。うなぎじゃないって。おいしそう。タチウオは食べれる。
おろし方が違うからね。一皿できちゃった。すごいです。すごい大きい。
してみましたが、柔らかい。あ、これいい、これいい。あ、でももうちょっと干した方がいいかな。雨降るからな。戻そうか。戻しましょう。柔らかいのもあれば、そうでないのもある。干したからか。うわー、美味しそう。